木更津県は1871年に和佐国安保国一円の管轄のために明治政府によって設置された県。現在の千葉県南部を管轄した。1871年7月14日に廃藩置県が行われ、旧幕府領の県に加え300にも上る県が成立した。そのために行政に支障をきたしたことから、政府は同年11月14日に 府県の統合を行った。安房国内の旧藩領を管轄する4県、和佐国内の旧藩領を管轄する11県に、両国の旧幕府領を管轄する宮谷県と、両国外の県の飛び地領を統合し、木更津県が発足した。宮谷県の内下宇佐国、日立国に属する区域は、新張県の管轄となった。県庁は、 坊田郡外淵村の旧桜井県庁に設置された。1873年2月7日から、権ん霊の柴原はが、隣の陰馬県の権ん霊を兼務した。そして、同年6月15日に、陰馬県と合併して、千葉県が成立し、県庁は、両県の境界に近い千葉郡千葉町に設置。柴原が引き続き初代権ん霊、初代県霊となり、 現在の千葉県の基礎を築いた。は、大上官布告の日付であり、実施日と異なる場合がある。人口57万4652人。区域の詳細は、各軍の項目を参照。矢印の右は、旧管轄県。は、木更津県の管轄区域外に所在した県の飛び地。ありがとうございます。